今週のおまけです。今週は影武者さん、男性60代岐阜県の方なんですけれども、確か9000円だったというお話なんですね。大学の年間の授業料が、確か9000円だったと。1年先輩3000円だったはずだが、なんと3倍にもなったという話だったんですが、実は私の時はね、それからこの影武者さん60代ですから、私よりも少し上の方なんでしょうけれども、私の時でですね、年間4万9000円ですかね、4万8000円か。でその前の人は2万4000円出したんです。でその前の人は1万2000円で だったわけですね。でその前の人がまた9000円、そしてその前が3000円と、まあそういうふうにね、あの時代ですね、毎年毎年倍倍倍という形でですね、上げていっていたんです。でそれほど国立大学っていうのは本当に授業料安くてですね、まあ、私の後は4万8000円が9万6000円ですが、その後は9万6000円の倍の20万近くになって、今も50万ぐらいかかってるんですかね。でなったんですけれども、まあ最近の、まあ、少子化の一つの、原因がですね、いわゆる子育て、特に大学などに行こうと思うとですね、国立でも4、50万かかっちゃうと、私学だったら100万と、それに下宿代入れとプラスまで100万ということで、大変な、まあ、大きな負担になりますよね。でじゃあそれを考えると、なかなか2人3人と子供を産んで育てられない、まあ、大学みんな行く時代になってますからね、そういう話があるんですけれども、まあ、我々の時代には、勉強そこそこできればですね、それなりに国立大学公立大学行けばほとんどタダでような値段で行けていたわけですよね。でところがそれを、国立と、私学との間でですね、ものすごい差があるじゃないかと、ということで、どん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 国立大学の授業料を下げてくる、そして私立大学には、私学上数でどんどん増やしていく。で結果的にですね、まあ私学はどんどん大きく増えてですね、まあしかも少子化になっているのに、そういう私学をどんどん増やしていって経営が成り立たないような私学もあるんじゃないかと言われてますけれども、ちょっとこの何十年かのですね、大学の整備の方向は私は間違っていたんじゃないのかなと思っています。でもう片っぽでやっぱり奨学金を出すという話もありますけれども、まずは大学でもですね、いろんな大学があるわけですから、やっぱりそれなりのレベルの大学に学校行ってる方にそれなりのですね、その支援があるという意味で言うと、国公立が授業料をもう少し下げてあげてもいいと思うんですね。でただ東大のような超一流の大学になるとですね、これまさにまあそこに行くためには多少の勉強では分からないと、でかなり勉強しなくちゃならない。でしかもそれは塾とか予備校とかですね、もうちっちゃい時からですね、ものすごくお金をかけなきゃできないというような現実がもう片っぽであるようですね。ですからそういう大学の授業料を下げても、まあ、結局金持ち優遇してるだけじゃないかというようなことにもなっちゃうわけですから、まあ、そこは少しやり方考えなきゃならないと思いますけれども、まあ、いずれにしましてもですね、そういう、大学の授業料など、この子ども子育てにかかる費用というのは、バカにならないところが大変な家計の重圧になっているのは間違いないと思います。でそこで私がですね、提案しているのは、この今度は子ども手当を出したらどうかと。で子ども手当、民主党政権の時やりましたけれども、まあ、これは財源もないのにですね、やろうとしたために結果的にはできなかったんですよね。で続けられなかったんですよ。でだからそれを財源をしっかり、例えば法人税をですね、もう少し、税率今下げてきてますけれども、もう少し戻してですね、そこで数兆円のお金が出てくればですよ、でそれを子ども手当に出してあげる。でこれは法人税という税金がついてますから、未来永劫できるとということが分かればですね、子供さん、今2人しかいないところでももう1人産んでも大丈夫だなと、いやこれから若い方でもですね、そうかと、で子供手当があるんだったら、大学行くまで含めてですね、なんとか生活設計できるなと、ということが見えてきたらですね、間違いなく私は少子化に歯止めがかかってくると思うんですね。でそれを法人から取るということに反対する人は私はいないと思うんですね。と言いますのは、おそらく、その企業なんかにしても一番困るのはこれから、いわゆる人手不足ですよね。それからお客さん、消費者が減るというこの人口減少問題っていうのは一番大きな厄介な問題なんですよ。でそれを食い止めるためにですね、自らの税
税金で社会にもう一度還元して、人をあの子どもたちを育てる環境を良くしていこうというのはもう彼らにとってもですね願ったり叶ったりだと思うんですね。まあ、そういうふうに、ちょっと今歪んだ、この、仕組みといいましょうか、要するに財が、一ところに固まってしまっているわけですね。お金のある人にはお金が集まり、そしてそれだからこそ高学歴ができ、またそれだからこそ高所得になり、子育てできるけれども、それと違う人は全く、この、そのお金がないから学校に行けないと、また、子供も産めないというような形になっているというのはかなりちょっとこの社会のいびつな構造ですから、このいびつな構造を、まあ、税とですね、この給付によって、考えていくということはこれから一つ必要なことになってくると思います。まあ、今日は、影武者さんのお便りをヒントにですね、ちょっと最近思っていることをお話しさせていただきました。ありがとうございました。